はい、本当に皆様方ありがとうございます。28年、ということでございます。まあ、県と一緒に取り組むようになってから約20年、になるかというふうに、足掛け20年ぐらいになると思います。本当にこの中でですね、ようやく、都民、そして多くの県民の皆様がですね、期待をしていた、悲願の世界遺産登録が無事、インドでですね、ニューデリーで、登録をされました、記載されました。本当ありがとうございます。私はたまたまそこに立ち会 うポジションではございましたが、やはりこれ28年間正直申し上げて挫折もいっぱいあった世界遺産でございます。もうダメじゃないかとかですね、まだ本当かまだかみたいな、すごいみんなの思いが、いろんな思いが詰まったものでございましたし、まあ、特に文化審議会から出て、登録が出た後もですね、またそこでスムーズにいかなかったり、ユネスコに申請した後もですね、またちょっと不備があってですね、遅れたりということで、本当に長い間時間がかかったというふうに思ってますが、本当にこれは皆様方、応援していただける皆様方、28年長い間ですね、皆さんが少しずついろんなことで活動していただいて、国、県、市、またそういう部分を支えていただいた、本当にそのお力だというふうに思っております。この場を借りて本当にお礼申し上げます。ありがとうございます。それと、もう今回、岸田首相からもお電話いただきましたが、本当に政府もですね、一丸となって取り組んでいただいたというふうに思っておりますし、まあ、関係省庁の皆様方も本当にですね、もう夜も寝ずにですね、お仕事されていたというふうに、聞いておるところでございます。本当にこのまた国県市の世界遺産登録推進議連盟の皆様方も含めてですね、企業の皆様、本当多くの皆様方からまた応援いただいた賜物だということでございます。この登録まで非常に難しい手もあったかと思いますが、その中でしっかりとこの登録まで導いていただいた皆様方にまた改めて感謝を申し上げるところでございます。そういう中でございますが、やはり私も非常に緊張しましたけども、この世界遺産取る、この世界遺産取るということは、この世界遺産を誇りを持って未来に残していかなければいけない、このまず責務がこの世界遺産登録には入ってくるわけでございます。まあ、日本で21箇所しかないわけでございます。やっぱりこの責務を どのようにして取り組んでいくか、やっぱりここをしっかりとですね、市民、県民、そして佐渡、本当に応援していただける多くの皆様方がいらっしゃいます。本当にそういう人たちと知恵を使いながらですね、国県としっかり協議をして、この継承する体制を作っていきたいというふうに考えております。そのためにもですね、やはり僕はいつも申し上げておりますが、時の野生復帰の時に、やはり一つ大きな生物多様性戦略で大事に柱になった知る、守る、使う、この3つがですね、やはりこの文化財におきましても非常に重要だというふうに思っております。私自身も実はこの世界遺産の勉強しながら、例えばよく皆さん本当に喜ばれるんですけど、猫ババの話であるとかですね、そういう面白い話が実はこの江戸の時代からですねあるわけでございます。例えば金と銀を分離する仕組みも、これもこの当時塩と熱でですねやるなんてことは誰も知らないわけでございます。そういう部分も含めてですね、やはりこの文化的価値を知る、そして普段例えば子どもたちが待っている鬼太鼓なんかも、これも実は世界文化遺産の影響を色濃く受けている鬼太鼓でございます。やはりその金というものが集落の豊かさを生み出しながらですね、この集落でこの文化として伝えられた鬼太鼓、能も一緒でございますが、やはりそういうものも含めてですね、この世界 文化遺産をどう理解していくかって、この知るということは、これは住んでいる人が知れば知るほど、私自身がそうでしたが、知れば知るほどやっぱりすごいなと思いますし、森が守られているのも実は江戸時代、江戸幕府の貢献が
考え方が非常にあったということですね。やっぱりこういうものを知っていくと本当に面白いし、地域にこの誇りを持てる文化遺産になっていくだろうと思ってます。この知るというところ本当に大事だと思っておりますので、まずこの知るというところをしっかりとですね、我々、子どもたちも佐野に住んでいる人も、県民の皆さんも知っていただいて、そしてそれを多くの、国民、そして僕はインバウンドの皆様方も含めてですね、多くの人に知っていただいて、感動を与える、そのような形でですね、ぜひ取り組んでいきたい。感動を与えるということから、住んでよし、訪れてよしという知事がよくおっしゃいますが、やっぱこういう佐渡を作っていきたいというふうに考えているところでございます。こういう佐渡の中でですね、やはり持続可能にしていくということで、しっかりと今後も国県と連携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えております。これ本当に一人一人がですね、市民の皆様も本当に一人一人、我々もそうですが、一生懸命いろんな形で考えて動いて守っていこうと、そんな意思を強く持っていただけると、本当に我々も一生懸命頑張ります。その島の姿勢といいますか、島の力がですね、また多くの 県もそうですが、国もそうだと思います。今回国も本当に地元の熱意というのは素晴らしいというふうにおっしゃっていただきました。やっぱりそういう部分も含めて人を動かしていくんだろうと思いますので、多くの人が関与するような形でですね、ぜひこの世界遺産を守っていくということをこれからも頑張ってまいりたいというふうに思います。そういう点で本当にこれからまた市民や県民の皆様、そして関係団体、そして首都圏や協力会の皆様方も含めてですね、ぜひお力添えをお願い申し上げて、私からの冒頭のお話にさせていただきます。本当にありがとうございました。それでは次に皆様方からの質問をお受けいたします。まず幹事社の方お願いします。湯河原日報の大西です。ありがとうございます。お疲れ様でした。簡単を振り返っていただきたいんですけども、現地で決まった瞬間とかですね、その前後で結構なんですけど、何か印象的なエピソードとか何かもしあったら教えていただきます。やはり現地でですね、瞬間ですけども、見られている方は分かったと思いますが、会議の中で共同申請国がどんどん増えていくわけです。で結局16の国が委員国は21あるわけです。で日本を抜くから20になるわけです。で20分の16の国がですね、この修正決議に共同提案者として出していただいたということでございます。これがですね、本当にありがたいと思いましたし、これがやっぱり委員会の中でですね、大きな効果、力になったのではないかなというふうに思ってますので、その辺の動きを見たときに、いや本当に今まで知事もお会いした方も結構たくさんいましたので、パリへ行ってですね、ユネスコ大使としてお会いした方もいましたので、本当にその後、握手みんなしに来ていただいて、やっぱりあそこは本当に感動しましたし、今の取り組みというのがやっぱり少し成果が出たのかなというふうには思ったところではございます。あとは今後、先ほど知る、守る、使うという観点を言ってましたけど、知るに合わせて、特に今後来てもらう方にですね、やはり受け入れの、二次交通やら出発やらいろいろと課題があると思うんですけど、その点で今何か取り組んできたことはありますか？そうですね、今ライナーバスとかですね、ライナーバスでキラリウムに来て、キラリウムから循環バス、また自転車等を含めてですね、回っていただくというところも考えてますし、ライナーバスも実は沢田で止めれるようにしたのは、金の積み出し庫だった小木の方にもですね、行きやすいようにということで、沢田で止まるようにもしたわけでございます。で今ライドシェアも動き出して、まだもう少し件数はもっともっといくだろうと思ってますので、しっかりと PR していきたいと思いますし、今は制度的にできることを、そこを今知事ともちょっと話をすべてやるぐらいのつもりでですね、国交省とも話をしながら、今の特に二次交通の不足の方はですね、カバーをしていかなきゃいけないだろうというふうに思ってます。はい、あと先ほどもおっしゃってましたけど、守る中ではやっぱり次世代の非常に育成というか、子どもたちも含めてやっぱりね、今の守る会の私の高齢化も含めてなんですけども、そういう若い人たちにどのような形で魅力を伝えていきたいかというのを今考えている中で、子どもたちには僕はやっぱり本物を見ていただきたいなというふうに思ってます。ただ表上ではなくて、その子どもの学年によって世界遺産を知る、なんて言いますか、
技術的なものの要素が変わってくると思うんですね。でそこをですね、ぜひいろいろ教育委員会も含めて考えていきますが、現地へ行ってですね、本当に分かりやすいガイドの皆さんとですね、話をしてもらう。それで金山だけではなくて、僕はやっぱり子どもたちには自分たちがやっている能 のお祭りであったり、鬼太鼓のお祭りであったり、やっぱこういうものも実は世界遺産の本当に重要な文化だよというところも、実はそういうところってなかなか伝えてないので、やっぱそういうところも伝えて、やっぱり世界遺産の文化がずっと皆さんのおかげで守られているというところもやっぱり理解してもらうということも大事かなというふうに思ってます。それはぜひ本物を見せていきたいし、本物やってるんだからそれをやっぱり理解してもらうと、そこにもう一歩ステージが踏み出していくことが必要だと思ってます。そういう、まさに農家問題も含めて、本当にそういうところをきっかけにして、まずそういう佐渡の全体のそういう金山というところに理解を深めてほしい。はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。それではその他皆様方からご質問ございますでしょうか。おめでとうございます。韓国の合意を得ての登録ということになったわけですけど、それに連対して、今どんなはい、しっかりと議論していただいて、やっぱり情報紹介から上げていくというのは、なかなか総意の合意が必要になりますので、そういう点で合意形成まで持っていっていただいたということで、本当にこれはすべての委員国、日本だけではなくて、韓国もそうですし、すべての委員国に私自身は感謝しているところです。それを受けて朝鮮半島出身者 の, 労働についての展示も始めましたけれども、今後は供養祭だとかそういったことはどのように考えているんですか。はい、ステートメントの中でですね、加納大使の最後のステートメントの中でそのことにも触れております。そういう点で我々としても韓国の人の供養祭っていうことよりも、我々としては多くのこの鉱山を守って亡くなられた方含めてですね、この歴史的にこの鉱山を守ってきていただいたという、その、追悼という意味と感謝の思いと、そういう形のもので、働いていた人を分け隔てなくですね、そういう部分で追悼できないかということで、これはこれからまたいろんな形でですね、話をしていきたいというふうに思っています。はい、官民合わせて一緒に考えていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。新潟日報の榎本です。登録が決まって上りが変わったと思うので、今まで世界遺産を目指すということで上り、そこに持続可能な島というふうな文言を入れていらっしゃったかと思うんですけれども、人口減がこう進む中で改めて伺いますけれども、この観光というものを使って、例えば移住ですとかそういったところをどんなふうに活用していかれたいと思っていらっしゃいますか。はい、例えば農業なんかもそうなんですけども、魚沼のお米なんかは昔のスキーブームの時からブランドになってるんですよね。スキーブームで民宿で、食べさせて、やっぱり佐渡に来て、佐渡のものを食べてですね、佐渡のファンになっていくっていうのも一つの手段ですよね。これが一例なんですけども、そのやっぱり観光というそのものを見るということではないと思ってます。来た時にやっぱり何か感動できるような、体験じゃ僕はないと思ってですね、体感に近いのかな、何か感じるような、いいよねって思う、そんなような観光をただ見るだけではなくて、例えば外国人の方ですと、僕知ってる人は能面を半日見ていた人もいます、だからやっぱりいろいろなその感性を、観光のお客様っていうのはあるので、やっぱりそういう部分で本物の、先ほどちょっと申し上げましたけど、本物の佐渡のこの文化を触れていただいて、知っていただいて、その上でやっぱりいいなと、住んでみたいなとかですね、例えばこれから国の方でも2拠点居住っていう制度が今度できてくると思います。佐渡市の方も計画を作りたいというふうに今考えているところでございます。そういう点でも先般ね、ニュースにもなったように、日本全体で86万人ぐらいの方が自然源で少なくなっているという話もこれまでニュースで出ておりましたが、やっぱり2拠点居住なんかもそういう形もこれからありだと思いますので、観光というのは僕はそのきっかけだと思いますので、ずっといつも観光チーム、また DM にも言ってるのは、とにかく本物のものを食べて、本物の佐渡の能でも鬼太鼓でも見てもらって、海でもそうなんですね、山でもそうなんです、見てもらって、それで感動してもらえれば、また次のステップがあるんじゃないかと
というところがありますので、まあ、ただそれにしても働き場所がいりますので、あの企業と誘致していくということを並行で取り組みながらですね、あの人口動態の20歳ぐらいから60歳まで の労働生産人口、この部分をですね、子どもたちに帰ってきてもらう、で今これから出る子どもたちはこういう島を守りたいねと思うような思いで残ってもらう、まあ、もちろん出ても帰ってもらう、そしてあの I ターン等を含めてですね、PR していくということで、やっぱりそういう部分を全部組み合わせながらあのやっていくということが大事だと思ってますので、これかなり広いあの施策になりますが、とにかく持続可能、とにかくあの、生産年齢人口を確保していくということが、やっぱり一つの大きな柱になると思いますので、そこに向かってはしっかりとあの働き方の多様化含めて考えていきたいと思ってます。ありがとう。もう一点しました。あの登録後 その入り込みの推計などを見ますと、100万人近くあの来るというような推計も見られます。あの過去に佐渡はあの100万人超えて、そういう120万観光の時代があったわけなんですけれども、そことどのように変えて受け入れ体制されていかれますか。もうあの100万人は入らないと思います。あの当時はやはり大きなホテルとですね、あのかなり民宿がかなりあってですね、そこで入れておりました、120万の時に。でその結果あのやはり佐渡のものが提供できない。であの時期当時は本当にあの夏とかゴールデンウィークとかその時だけが忙しくて、それ以外はそうでもなかったので、施設があの全く手入れが行き届いてないとかですね、私自身があの相川であの観光のとこやってましたので、やっぱり非常に大きな苦情をいただいたわけでございます。それでも考えると、私自身は全部泊まる必要もないと思って、日帰りもあればいい、日帰りで何回も来てもらうのもありだと思いますし、泊まれる人は本当に泊まってですね、あの今ゲストハウスなんかも非常にあの努力していろんなものができてきております。多様なあの一軒のあの貸宿みたいなのもですね、もうできてきておりますし、小木にも相川にも今できてきているわけでございますので、そういうところも含めてですね、多様な宿泊というもので、満足してもらいたいなというふうに思っております。ありがとうございます。他にございますでしょうか。どうぞ。市長にとってですね、世界文化遺産とは何なのかと問われたらどう答えるかが一つですね。あとあの西三河砂金山が実は景観を大事にしつつ、もう高齢化で今60人しかいないという気を聞いたんですね。それで草刈りもできないし、石の道を拾うのも拾うこともできないんで、そこへその来てどんどんゴミ投げていくと、ゴミ箱欲しいなと。しかし、ゴミ箱あるところからカラス来るような、こう、こんな状態でですね、地域をちょっとこう悩んでおります。そのあたりお願いします。はい、わかりました。まずね、世界遺産は、感覚的に言うとですね、まあ、公務員でしたので、もうずっと大きな大きな佐渡の一つの宿題だったというふうに思ってます。この宿題を一つクリアできたっていう時に、僕は市長としてこういう仕事をさせていただいたということを本当に本当に感謝しておりますし、私も嬉しいですけど、本当に先輩の頑張り、多くの人の頑張りっていうのに改めて感謝したいというふうに思っています。で西三河につきましては、もうご指摘の通りだと思ってます。ゴミ箱を置くとですね、またこのゴミが増えてくるんですね。で本当ゴミは全部持ち帰り、これが徹底できれば、例えば上高地とかああいうところでもほぼそれができているわけでございますので、まずそこをやらなきゃいけないと思ってます。それで先般もお話ししましたが、ガイドツアーみたいなああいうものでしっかりとルールを作りながらやっていきたいと思いますので、ただ地元の人はねちょっと大変だと思いますので、できるだけ地元の人としっかり話し合いながらですね、対策を一個一個考えていくべきだと思ってますので、それに向けては地元としっかりと話し合いをしてまいりたいと考えております。まあ、関連してですね、草刈りで応援を求めたいという声があったら、やっぱり施策を考えて作業に送るとか、ね、そんなこともゆくゆくはですね、ありだと思います。今ね、観光にも言ってるんですよ、草刈りボランティアツーリズムをやろうかという話もしていて、その草刈りに来ていただいて、草刈りをして手伝ったら、例えば5000円の商品券とかお渡しをして、観光、残りは観光、半日で残りは観光してもらうとか、ね、そういうツーリズムもやろうということを話をしておりますし、島内でのボランティアなんかもいいと思いますし、市の方でもボランティア集めてですね、応援に行くというのも全然ありだと思いますので、そこら辺はまた皆さんと、形について議論していきたいと思ってます。ただやっぱりその文化遺産、この世界遺産ですね、やっぱ多くの人に参画していただくためには、やっぱり無理をかけずに、そういう形でですね、保全とかに島民の皆さんみんなが手伝ってくれるような流れを作っていけると、本当に継承していく子どもたちの誇
誇りになっていくというんじゃないかなというふうに思ってますので、そういうのも視野に入れながら取り組んでまいります。ここ2、3日取材してよく感じるんですけれども、例えば、若い、お客さんとか観光客の人なんかは あまり深く考えずに佐渡に来ているがありまして、例えば泊まるところとか交通手段とかそういったことをよくこうリサーチして来ているわけじゃなくて、ふとこう世界遺産になったからって言って行こうっていう勢いで来ているっていう感じの人が、まあ、何というかいらっしゃったんですけれども、その方にまあ突き詰めて話聞いていくと、結局泊まるところなければもう帰るっていうところに行っちゃうんですよね。でそういった意味では、誰が見ても分かるようなシンプルなポータルサイトみたいなものがあれば、まあ、お年寄りから、ね、お子さんまで分かるような感じで説明していただけるようなことがあるといいのになぁとは言ってました、はい、で今後そういった意味では、うん、そういった対応はどういうふうに、宿泊とかということですか、それとも 全体、まあ、全体的な宿泊もそうですし、食べ物もそうですし、シンプルじゃないですね、みんな個別に分かれてるし難しく、まあ、詳しくはなってますけど、はい、それ前ちょっと作るように話はしたと思う。要は佐渡で例えばお刺身が食べれるよとか、逆に言うとお肉が食べれるよとか、そういうものをちょっと作ってやろうと、まあ、ただこれどう載せるかにもちょっとありますので、あれなんですけども、ちょっとそんな感じで食が分かるようなものとか、まあ、宿泊はそれでやるのがいいのか、空いてるかどうかがリアルタイムにあるので、通常の OTA なんかを使ってもらえば当日で泊まれる宿も出てますので、そういう部分でやるのがいいのかというふうには思ってます。ただやっぱり特に食はですね、やっぱり紹介していくってことは大事だと思いますので、これ DMO のどっかで分かるようになってないんだっけ、ちょっと、現状、観光振興庁の小林でございます。今ご指摘いただきました食につきましては、佐渡観光ナビの方にですね、お役立ち情報というところで、確か、少し正式なお話が出てしまったんですけども、要はその Google マップのようなものに、そのレストランの位置を落としたものがございまして、そちらを、まあ、今お客様にですね、お役立ち情報として見ていただくという形で、お対応の方をさせていただいているところでございます。いずれにしろやっぱりそういうものをですね、本当に新潟の港でポットを手に入れられるように今ちょっと作ってはいるんですけど、まだまだちょっとそこに人が行ってないようなので、佐渡に行くんだったらちょっとその新潟の港のここで情報を取った方が得だよと、で金山行くんだったらキラリウムへ行って学んでいくと面白いよと、こういう流れをやっぱりしっかりと作っていくことが大事だと思いますので、この食とも宿泊もまあ大事だと思ってます。それはまた特に食の方はね、お昼どこで食べるのみたいな話になりますので、そこはちょっと紹介できるようにしていきたいと思います。今の続きなんですけれども、まあ、話聞いていくと、じゃあ今レンタカー不足ということでレンタカーどうなんですかっていう話を、その観光客の方に聞くと、持ってない、免許持ってないっていう人が意外と多くて、でまあ、女性の2人組とかになると特にもう両方とも持ってないし、持っててもペーパードライバーです。だから、なんていうか一般的なバスとかを使うしかないけれども、バスだったら相変わらず終わりだよねなんていう話をすごくしてて、そういった意味ではこう 全島を回れるような感じの交通網を作っていただければなって、はい、お客さん言ってました。今ね、インバウンドは国によって運転できるところできないところがあるんですね。ですからできるところは結構レンタカー借りてる方もいらっしゃいますし、できないところの方は今度、まあ、特に中国なんか運転できませんので、中国から来られると困るということになるわけです。そして今若い人がですね、本当に今免許持ってても運転しないとかですね、そういうことが多いですので、やっぱりバスも大事だと思ってます。まあ今ちょっとまだすぐには答えられませんが、今外外府、例えば二つ亀とかそっちに見に行けるような形で、少し、ライドシェアをですねちょっと拡大した形のものができないかって話も今ちょっとしておりますので、なかなかこの道路の交通網に関してはすぐというわけにいかないんですが、できるだけ
早くですね、この今はどちらかというとあの真ん中あの大事なところだけライドシェアをやるようなんですけど、このぐるっと佐渡を回るのが魅力なので、これのライドシェアもですね、まあ、ライドシェアというのは3往復ぐらい回っていけるようなそんなような仕組みであるとか、それをちょっと今あの考えて、もらってますあのチームに、はい、ですからそこの中でどのような形がいいのか含めてですね、あの取り組んでいきたいというふうに思ってますので、ご指摘の点は本当に重々必要だと思っておりますので、早期にいろいろ考えていきたいと思ってます。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。はい、世界遺産登録はあの先ほどもちょっとお話ありましたけど、夏場に限られている観光を、1年、オールシーズンに売り分けられる場合、材料になると思うんですけど、その辺の対策、具体的にどのように考えてますか。はい、それでですね、やっぱり今平日のお客様を増やしていくというところが一つで、先ほどレンタカー不足もそうなんですけど、じゃあ平日が埋まってるかとそうでもないわけです。ですから土日のピーク時に合わせていくとどうしてもロスが出て経営的に厳しくなるので、土日は多少しょうがないにしろ平日も含めてどう慣らしていけるかというところが一つ。これ今佐渡汽船さんと今の話をちょっとしておりますが、ちょっと簡単ではないんですけども、やっぱりこれインバウンドになるのかな、平日の場合は。インバウンド対策を強化していくということが一つだと思ってます。それでですね、あとはもう少し、まず今の状態でも、時計が飛ぶ前の状態でも、観光、昨年3月10日、佐渡の日に、圭君のイベントで、2000人ぐらい来られてるんですよね、3月。だからやっぱりやり方とか、ものによっては、3月から12月ぐらいまでであれば、十分観光シーズンとしていけるだろうと。特に食べ物も美味しい時期、特に11、12なんてのも最高に美味しい時期ですので、そこに向けてももう一段チャレンジしよう。そして体験をですね、少しこの秋、値段サービスしてどんどん体験をしてもらって長期滞在型にしていこうというところを今ちょっと観光チームと話をしておりますので、それでも含めてですね、長期滞在型平日にシフト、そして観光期間をもう少し伸ばしていくというようなところも含めて、年間を通してできるだけ受け入れていくことが、観光産業がしっかりと利益を出して伸びていけることになりますので、やっぱりそこは我々としてもチャレンジしていかなきゃいけないと思ってます。他にございますでしょうか。はい、市民として知りたいのはですね、世界遺産委員会というのはどんな雰囲気も、どんな感じのものに、21カ国ございます。で基本的にはユネスコの大使の方がそこへ出て、イコモスが専門機関、要は学術機関だとすると、NGO みたいな国際機関になるわけでございます。で、我々の時は、もう議長のお話は日本と韓国の方が合意をしていると、ですからこれはこのままもう皆さんいいでしょうと、でブルガリアから3つの課題がありました。ブルガリアが提案国で出してくれたんですけども、ブルガリアからも、この3つはしっかりとクリアできているので、この世界遺産は問題ありません。で、先ほど申し上げたように、それで16、ブルガリア入れて16の国が、じゃあ我々も共同提案者に名前連ねるよということで、3分の2の人たちが、だからこうじゃないものもありますし、ずっと見てましたけども、比較的記載って書かれたものは、トントントンと記載で言ってたようですけども、情報紹介のところはですね、今そういう形で、議論されていましたので、やっぱり各国情報紹介とかみんなドキドキしながらやってたというふうに、私も本当に最後までドキドキしておりましたし、登録の終わった後本当に疲れましたこの10時からの会議なんですけど、本当に疲れてですね、午後はもうちょっと動きたくないなぐらい、やっぱちょっと緊張してたんだと思います。本当に、はい、もう本当に緊張感のある時間でした。はい、そのあたりは知事に、ね、横にいて雰囲気変わりましたか。あと一緒におられた議員さんたち、そうですね、はい、みんな多分緊張してると思います。はい、もう場合、前行ったらもう本当に笑顔なくですねみんなで顔引きつりながら前を見てたので、本当に、もう緊張感はマックスでしたね。はいはい、もう知事と2人で疲れたよねって話で、それが終わった疲れたよねって話をしてましたので、はい、本当に緊張いたしました。もう緊張して多分ほっとして力抜けたのかもしれないですけど、はい、他にございますか。はい、すいません、追加で教えてください。
世界遺産登録達成してからですね、まあ、四半世紀の取り組みがこう結実したわけなんですけれども、一部でやっぱりその一過性のブームにこれがこう終わるんじゃないかっていう、そういう声も島内外からも聞かれています。地元のトップの首長としてですね、どんなふうにこれに応えていきますか。ですね、どこの世界遺産を見ても一定程度はこうなるんですよ。でこの落ち込みをどのように止めていくかということだと思ってます。でこれをやらなきゃいけないということはもうずっと言ってます。まあ、ピークで多分今年から来年ぐらいがピークを来てですね、そのピークが全てこのまま右肩上がりということにはなかなか難しいだろうと思ってます。ですからこの落ち幅をどのようになだらかにしていくかと。でこのなだらかにしていくためにやっぱりやらなきゃいけないのが長期滞在とリピーターなんです。新しい人をどんどん呼んでくるという昔の観光ではなくて、やっぱり何度も来てもらって、それで、いやいいよね、楽しいよねって。例えば僕が知ってる若い人で佐渡に永住した人は、そもそも古道と日本酒で佐渡を知って、すごいいいよねっていうことで佐渡に来て、それで結果的に永住して結婚されたっていう子もいるわけ。だからやっぱりそういう、先ほどから本物って言い方をしてますけど、やっぱりそういう素晴らしいこのものを見たときに、感動してこの佐渡っていうところに興味を持って2回3回来てくれると、また次のステップも見えてくると思いますので、ちょっと先ほどもちょっと申し上げましたけど、やっぱりリピーターと長期滞在、この2つをどのように組み合わせていくかというところが今回の観光という点では大事だから、数が減っても1泊増えれば減らないわけですよということなので、で白数に関してはだからやっぱりそういう部分も含めて考えていくべきだと思います。あと佐渡の場合はまだまだですね、インバウンドがまだまだ来てない。ちょっとニュースでちょっと拝見しましたけども、なんかジェットホールの2階が外人がたくさんいたっていうニュースがちょっと見ましたけども、今日は外人そんなにいなかったよね。日本人の方、日本人の今日は本当にご家族連れが多くて、みんなが和気あいあいとですね、海見ながらね、こう子供が乗り出して楽しそうにしてるんですよ。やっぱり楽しそうな思い帰る時まで持ってもらえるとまた来たくなるわけじゃないですか。もうそういうことだと思ってます。ですからインバウンドがとにかくまだまだ佐渡は弱いので、インドでもちょっと JNTO 行って話をしてまいりましたけども、やっぱりその多くの方が佐渡に来ていただける、まあ、いろんな問題あるんで、今ちょっと例えばキャッシュレスの問題であるとかもちょっと取り組みをしてしようと思ってますので、まあ、とにかくできるだけスピーディーに、受け入れ体制を整備して、あと情報発信をしていきたいというふうに思っています。はい、他にございますでしょうか。先ほどのちょっと質問と重なるんですけど、若い世代でつないでいくというのが大事なんで、知事もそのように言ってたわけなんですけど、であれば若い人たちですね、これからの支えている人たちに何かメッセージをお願いしたいです。そうですね、これから今までね、ちょっとアイカーのあれだとかいろんな話ありましたけど、これもう世界の宝物になったわけです。そして本当にこういうことはですね、もう21日本にございますけど、この後もしてますが、本当に数がこの後どう出ていくのかもわからない状況なわけですね。ですからやっぱり本当にこの貴重な世界遺産、文化遺産を世界が認めていただいたわけでございますので、やっぱり子どもたちみんなで、これを大人も誇りを持ってですね、みんなこの島のすごいところを口でどんどん言うような、そんなような島になっていくといいなと思ってますので、子どもたちの方が本当に素直だと思いますし、僕は島に残りたいよってみんな言ってくれるんで、ああいう気持ちを島に残れるようにカバーしてやれるような、そんなことをやっていきたいと思いますので、ぜひもう本当に大きな声でこの島いいねって言えるような、そんな島に、していきたいと思いますので、これも一緒に頑張りたいと思います。すみません、世界遺産登録になったわけで、世界遺産推進課は名前を変えるんですか。そうですね、推進、まあでも推進というのは世界遺産を維持していくということもあるんで、あれですけど、まだちょっと考えてないです、本当すみません。ね、今、いろんなものが、例えばバッジも僕、ちょっと今日外したの、あれ、世界遺産にするバッジなんで、もう外してるんですよ。まだしてる人いますけど、はい、はい、もうバッジ外してるんですよ。うんうん、だからやっぱり周りも見て、よく見てやらなきゃいけないですし、看板とかも見て直さなきゃいけないと思ってますし、そういうところも含めてですね、ただ今まで関わってきた人にお願いしたいのは、本当に知事もおっしゃってますけど、これからスタートなんで、世界に遺産にしたから我々の会を解散するとかそういうことじゃなくて、これからまた一緒にですね、本当に大人から子どもまでみんなで一緒にこの素晴らしい文化や素晴らしい自然を守りながらですね、島を元気にしていこうと、世界遺産を守っていこうというような雰囲気に
なっていただきたいと思いますし、ぜひお願いしたいというふうに思ってます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で臨時記者会見を終了といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。